広沢義兼は平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての武将。通称を広沢方眼台といい、八田義兼、足利義兼とも記される。二騎士、細川市、戸賀崎市、荒川市の祖。川内源氏吉国流。足利氏の一族源、乗り清の次男。広沢の生から上野国神殿軍に接する山田軍広沢座と。 所領としたものかと思われる。吉座根の祖父、吉安の兄は、新田義重であるが、父、の清の妻も、吉重の娘で、また、吉重の子、山名義則や、孫、里見義成の妻は、吉座根の姉妹であり、新田氏とのつながりが深い。足利宗家の義氏が、上級の乱の孔で、三河国の守護に任ぜられると、吉座根の子息らは、三河に進出する。 長子実国は、ぬかた軍二木里に移り、子孫の二木氏は、室町幕府総創期に、足利総家の高氏に従って、侍どころかしら人や数カ国の守護を務めた。自信劇は、ぬかた軍、細川郷に住み、その子孫の細川氏も、また幕府創業に貢献し、着流の官僚かほか、守護家も数カあって繁栄した。国、義の弟義宗は、は軍、 トガ崎記号を拠点とした。その自マン氏は、ズ軍荒が里に入り、子孫の荒川氏は、戦国末期まで京都の足利将軍家の方向集を、務めた。ありがとうございます。